株式会社アイモバイル第11期定時株主総会を開会いたします。第11期事業報告計算書類の内容につきましてご報告申し上げます。当社グループはインターネット広告市場の動向、顧客ニーズの変化等に対応し、市場における優位性を高めていくため、既存事業の強化、新規事業の創出及び拡大、提携投資への積極的な取り組みの3つを重要な成長戦略として位置づけ、安定的な成長と確実な収益源の確保を目指してまいりました。これらの結果、当連結会計年度の売上高は過去最高を更新し、179億8144万6000円、前年同期比 114.6%、 営業利益は21億1882万5000円、前年同期比 89.8%、 経常利益は20億9536万3000円、前年同期比 89.0%、 親会社株主に帰属する当期純利益は11億6564万1000円、前年同期比 75.7% となりました。続きまして、当社グループが対処すべき課題につきましてご報告申し上げます。当社グループが対処すべき課題といたしましては6つお記載しておりますが、ここでは特に重点課題として位置づけております。3点に絞って詳しくご報告申し上げます。弊社の課題としましては、まず第一として、ユーザー獲得の強化が挙げられます。当社のコンシューマー事業においては、ユーザー数の増加が業績拡大のたびに重要な指標となっております。新規ユーザー獲得のために積極的な宣伝活動、当社グループ間の誘導施策を継続的に行い、今後もユーザー獲得を強化していく所存であります。第二の課題として、広告効果の向上がございます。インターネット広告事業は昨今の市場環境の変化により、サービスの競争優位性を確保することが必要不可欠と認識しております。機械学習技術による広告配信最適化、またユーザーデータを用いたことによる効果の高い広告配信システムを構築することで、より競争力のある広告配信サービスを提供してまいります。第3の課題として、新規事業の創出によるビジネスモデルの多様化がございます。既存事業の成長を図るだけでなく、さまざまな新規事業に取り組み続けることで継続的な成長を実現してまいります。特にコンシューマー事業領域において新規事業投資を加速させていきたいと考えております。以上、対処すべき課題についてご報告いたしました。